まあ、私学生の頃からずっと知ってるので、まあ、自然に息が合うところもあるし、まあ、その音楽性のところで違いがあってもお互いこうなんていうか特に気兼ねなく言い合ってアイデアを出し合えるので、そこら辺は楽しくいつもさせていただいてます。そこの時間を確保するのが、うん、大変なんですけども、まあ、1日仕事が終わった後、夜大学に残って合わせてます、はい、やっぱり呼吸感であるとか、2人になった時にその分広がる音楽性というか音の響きであるとか、それがうまくマッチした時が瞬間というかな、そういうところがすごく楽しいです。ピアノアンサンブルという授業が大学の方では始まってるんですけども、そこからみんなもっと最初は連弾から始まって、今日のような二大流をチャレンジしてやりたいという学生さんがオーディションを受けて、より切磋琢磨しているという状況です。私たちが弾いた曲を生徒たちがあの曲弾きたいって言いながら、次にね、2人がデュオでクラスで演奏されてるっていうのはよく聞きますから、そうするとなんかやってよかったなって思います。なんか楽しさが伝わったのかなって。やっぱり仕事が終わってからやっぱり自分が演奏するという時間はなんかそれはそれですごく充実してるなって相方に感謝してます。私も感謝してます。距離感を近づけて、フランクに話せる雰囲気を作っていけたらなと。もちろん厳しい時もあるらしいです。私もやっぱりこう生徒さんの可能性っていうのをできるだけ引き出してあげたいっていうのはいつも思ってまして、で、やっぱりなかなかそれがスッと出ない子もいるし、さっ
とこうなんかこう取りこう私と波長がなんかスーッと出て入ってくる子ももちろんいるんですけど、でもその生徒さんのすごくこう自然にこう湧き出てくるように湧き出てくるようにそんなにこう無理なくだけどなんかこうちょっとステップアップをいつもかけてあげたいなっていうのを思って、やっぱりこうちょっと厳しく言った方がやっぱりこう何かこうなかなか出ない時はね、うん、よかったりもするし、あまり厳しく言い過ぎて、うん、やっぱりなかなか出てよりの出てこない子もいるので、だからそれはまあまだまだ経験積まないと私もまだまだ勉強なところですけれども、うん、でも楽しくレッスンさせてもらってます。演奏することからよって得られるエネルギーっていうのはすごくもう瞬間瞬間のことなんですけど、幸せな瞬間がいっぱいあります。で、音楽を学ぶことから培っていく、それがまた人生の中で心の糧になっていくと思います。ぜひ皆さん一緒に学びませんか？人生の中の本当4年間だったりとか2年間だったりとか学部によって違うと思うんですけど、ほんの一瞬だと思うんですけれども、本当にこうその人生を豊かにする一ページとして音楽っていうのはすごくこう力を持っていると思うので、ぜひ入学してみんなと楽しんでいただけたらいいなと思います。